して、本日は2年生と1年生で演奏させていただいております。バラエティントの新規ユラバンドということでなります。活動内容的には、他の大学さんとジョイントコンサートをやったりとか、ストリートでのコンサートをやったりとか、まあ、いろいろたくさんの場所で演奏させていただいているので、ぜひ、ね、今後もちょっと見ていただければありがたいなと思います。はい、ということで、お次の曲の準備ができましたので、次の曲に参りましょう。カントベーシオーケストラのナンバーで、フライミングザムーンです。どうぞ。どんどんこれから増えていく
といいかなと思います。と一応スケジュール的には我々コースが最後なんですけども、まあ、このあと有志団体がいくつかあるのでぜひそちらの方も、ね、見ていってくれれば嬉しいなと思います。では次の曲の準備ができましたのでいきましょう。プレミアオーケストラのナンバーよりリトルブランジャムです。どうぞ。
行って、ジャズの曲流れて、あ、この曲知ってるみたいになるのがすごく最近多くなってきて、ちょっと嬉しくなって、なんか楽しくなってきたなって感じするんですけど、まあ、本当に、まあ、さっきも言いましたけど CM だったりとか番組の、ね、曲のつなぎだったりとかに結構そこでなんか CM のつなぎとかバックミュージックとかに本当にいっぱいジャズ使われて、なんかあ、これも知ってる、これも知ってるみたいな感じですごい楽しくなんか毎日過ごしておいてます。ということで、まあ、結局要はジャズいいよっていう話なんですよね。ぜひね、あんまり聞き馴染みないって方もね、ちょっと有名どころを調べてみたりして聞いてみるといいかなと思います。はい、じゃあ次行きます。それでは次の曲はですね、ベニー・カーターのアレンジでイージーマネーです。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。エニカタのアレンジでニジマネーでした。ツイスト紹介します。オントランペット篠原あやて。次の曲でコーストの演奏最後になってしまいます。あれですがね、今後もさまざまな場所で演奏する機会もうすでにいくつか決まっておりますので、我々コーストはですね、ホームページもあり、Twitter、Instagram、Facebook ともありとあらゆる SNS を駆使して。宣伝していくので、ぜひ今回の演奏を聴いて、あ、いいなとか、ちょっと興味持ってくれた方は、こっちの方をぜひ確認して、足を運んでいただけたら幸いですね。
ということで、まあ、気を取り直してね、最後の曲を演奏させていただこうと思うんですけど、そうだな、今日ね、我々ドレスコードは何だか分かりますか？分かりますよね。ちょっとバシッと決めて、かっこよくスーツで皆さん揃えてきました。ですね、私もパンツスーツ欲しいかなってちょっと思いました。かっこいいパンツスーツ。はい。では、そろそろ最後のアンコール曲準備できたので、アンコールいきたいと思います。アンコール曲ですね。ちょっと待ってくださいはい、ということで最後アンコール曲と参りたいと思いますバードランドです、どうぞ。